ちょっと論争しようぜ。いいぜ、ディベーションだ。まあこれでも飲めよ、ブラックコーヒーです。ありがとう。お、粋だね。いいね、コク。粋ですわ。コクが粋。コクが粋。お前なかなか生意気なこと言うな。生意気。粋、生意気。粋、生意気。粋ってのはいい言葉だな、きっと。あ、これは粋だ。粋なのはいいことだ。で、これは生意気。これ生意気だな、やだな。粋はいい言葉なのに生意気は嫌な言葉。うん。しかもちょっとなんか、ちょっと粋なことを小粋と言うだろ。お、小粋だね。でも生意気は良くない。小粋はいいけど生意気は良くない。そこの違い、なぜ同じ粋なのにダメなのか分からない。別の言葉に当てはめよう。小魚は別にいいだろ。おお。別に小魚は別に悪くない。悪くはない。生魚決して悪くない。うん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 。なのに生意気はダメ。小魚で生魚の場合はある。でも小粋だけど生意気な場合はない。なぜだろうか、うん、なぜだ。君小粋だね、いい言葉です。君生意気だね、これは悪口です。君小魚だね、魚に向かってね。小魚に向かって君小魚だね、もうまともですよ。生魚に向かって君生魚だね、これ悪口じゃない。なぜだろう。でも生子に向かって君生子だねは別にあり。生子に向かって生子だねはあり。なぜ生意気だけダメなのかわからない。お、小魚だね、この生魚のやつめ。違う。フィッシャーズ生意気だね。うん、この生フィッシャーズめ。うん、コフィッシャーズだね。あ、違う、コブではない。お、フィッシャーズだね。おぉ、それは別にあり得る。お、フィッシャーズだね。フィッシャーズではない。ダメですね。小粋、生意気の差がわからない。わからない。小粋することってあるじゃん。あ、ちょっと下ネタだけど。小粋、コキ。コキはダメじゃん。コキ、コキで小粋することあるじゃん。小粋って何？少しだけちょっと生意気なやつが出る。生意気が少しだけ小粋したこと。お、小粋してんの。あ、生意気がってこと。そうだね、小意気かと思いきや生意気だ。いやでもそれはないね、生意気だと思ったら小意気だったことはあるけど。でもお前小魚じゃん。生意気だ野郎だな。こんだけ話しても小意気生意気の差が分からんな。なぜ違うのか。いやこれ分かる人いたらね、もう 文学者とかその辺ですよ。文豪。あなたは芥川です。考古学者とかかもしれん。同じ意気なのに小粋と生意気では、差がない、差があって、それがなぜかはわからないということでした。スピリチュアル問題だな。なぜだろうか。それ字近くね。うん、小粋、小粋、生意気、字違え。